ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて霊夢、今回もまたこのシリーズの紹介の時間がやってきたぜ。お、もしかして未確認生物の紹介かな？その通りだぜ。この世の中は広いよな。すぐに未確認生物の情報が集まってくるからな。いいことだね。すごく今回も楽しみだよ。そう言ってくれてありがたいぜ。じゃあ今回は写真で捉えた、撮影された怪物パート14を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずはカクラトという謎の生物から見ていこう。聞いたことがない生物だね。そうだよな。カクラトとは現地ノルウェーの言葉で野獣の聖地という意味があり、昔から聖地に似ているがずっと凶暴な、また別種の生物が目撃されていたという話があるんだぜ。まあ、人間に対しては攻撃的ではないらしいぜ。聖地ってそんなに凶暴じゃないから別の種類の生物なんだろうね。確かにな。また、カクラトが湖から海に渡った時、湖が干上がったという伝説があるらしいぜ。恐ろしすぎる。そんな生物見つからないでほしいな。だよな。そんなカクラトが初めて発見されたのが1960年代初頭で、ヌバニク島の池からベーリング海へ渡るカクラト3体が目撃されているんだ。ノルウェーの漁船マイラーク号が北米アラスカ沖、ラズベリー島付近を航行中に撮影したソナーの画像に映っていたんだ。これがその画像だぜ。うわ、大きい何かがいるね。何かの間違いに思えてしまうよね。そうだな。そのソナーが捉えたもののシルエットは、長い首と鬼ひれ状の小さな手足のようなものが見えていて、まさに古代の海に生きていたプレシオサウルスのような姿だったんだぜ。見つけた時驚きと恐怖が入り混じっていそうだね。うむ。ちなみにこの画像は機器によって海の未確認生物が確認された恒例として、今でも見ることのできる代表的なものになっているんだぜ。そうなんだ、世界的に見てもすごい画像なんだね。そういうことだ。長らく語り継がれてきた海の怪物のシーサーペンとか、あるいは古代生物の生き残りを捉えたものかと、この画像の詳細については諸説が入り乱れていて定まっていないんだ。でも選択肢にフェイクという説がない時点でだいぶすごいね。こういう関連の話結構フェイク多いからね。確かにな。それについては対象が写真などではなくソナーで確認されたという点だったから、その場にあった何者かを捉えたものであることは間違いないとしてあまりフェイク説が出てこない、という裏話があるんだ。なるほど。ただ、北極地方の海に住むとされる未確認生物だったことから、目撃証言も乏しかったカクラと。次に話題となったのが2008年の7月で、それらしき生物の死骸が海岸に漂着したことが話題となったんだ。今度は現物が見つかったんだね。うむ。アラスカの海岸で、全体がピンク色の滑らかな肌に覆われているという特徴があったそうなんだ。ユーマは大体目立たない黒や茶、褐色の肌や毛皮を持っているのが多いのだが、それと比べてなんとも鮮やかな体色だと思わないか。確かに、あまり派手な色のイメージはないね。ただ残念ながらこの漂着死体はサンプルを採取する間もなく、再び流されるなどしたことでなくなってしまったそうなんだ。なぜちゃんと保管しておかなかったんだろう。次は海に住み着く恐ろしい怪物の話だぜ。ウェールズ南西部のペンブロークドックでの出来事なんだ。どんな話なんだろう。2003年3月、小さなパブのランチタイムの客は静かに酒を楽しんでいたんだ。すると突然、外の水の中に謎の蛇のような生き物がいるのを見たんだ。それは黒っぽい蛇のようなもので、だいたい車4から5台分の長さがあったらしい。とんでもなく大きいね。当然この目撃情報を受け、ペンブロークドックで話題になったんだ。パブの主人は、この怪物を生きたまま捕まえることができた人に150ポンドの報酬を提供することにしたそうなんだ。街中大パニックだね。うむ。目撃者によると、ある男のためにビールを入れていて、フェリーを眺めていたんだ。フェリーが白い跡を残していくのが普通だと思うんだが、それから大きな黒いヒレのようなものを見たんだ。その後ビールを入れ終わった後も、それはまだそこにあったんだ。と話したそうなんだ。つまり何かフェリーの跡とは別のものがそこにはあったということなんだね。そういうことだ。目撃者は外に出てよく見てみるとそれはヘビのような頭を持っているように見え、さらに10メートルほど離れたところで、水の中でたくさんの水しぶきが上がったそうなんだ。本当何の生物なんだろうね。さあな。かなり奇妙な出来事だった。私はこの水路でよくボートに乗るが、あんなものは見たことがない。本当に不思議なことでした。でも、見たままを言うしかないんです。と目撃者は唖然としていたそうだぜ。もう今後怖くてボート乗れなくなっちゃうね。
本当だよな。話題になる前に、パブは地元のラジオ局に電話をかけ、今回の出来事を放送したんだ。それ以外にも、地元新聞でも取り上げられ、写真入りで1ページの半分を割いて報道されたそうなんだ。そして、この話は、あっという間に広がったらしいぜ。もしかしたら誰か情報を持っているかもしれないからね。確かにそうだな。この話を受け、専門家は、これに最も近いのはクジラかイルカだと推測できるが、実際はそのいずれでもないようだ。もしかするとそれは10メートル離れた2つのものであったかもしれないと話しているそうだぜ。なるほど、偶然が重なってこうなったということなのかな。そうだな。時折信頼できる情報源から、こうした目撃談はちらほらあるのだが、これらの謎の生物が実際に存在するという本当の証拠は誰も持っていないから、という理由らしいぜ。なるほど。証拠なくして存在は語れないということなんだね。そういうことだ。次はアジアの怪物だぜ。中国の新疆ウイグル自治区のカナスコにカッシーという未確認生物が生息しているそうなんだ。それがこの動画だぜ。ネッシーみたいだね。名前だけじゃなくそれらしき大きな生物がいたね。そうだよな。動画を見た感じだと確かに何か巨大生物が湖を泳いでいるように見えたよな。カッシーは割と最近の言うまで、目撃情報が寄せられたのは1980年代なんだ。全然それ以降は目撃されていないの？いや、そんなことないぜ。その後も目撃情報が後を絶たず、それどころか目撃頻度が高すぎて調査隊が組まれるなど今日まで研究が進められてきたんだ。でも、正体に関してはまだ全部はわかっていないらしいぜ。その口ぶりだと何かわかったこともあるの？あるぜ。カッシーの正体は巨大な魚だという説が有力で、サケ科の淡水魚である対面ではないかと言われているんだ。魚なんだ、現実味あるね。そうなんだよ。もともとカナスコでは通常のサイズよりも大きい魚がバンバン捕獲されるそうで、主にイトウトウがその傾向があるそうなんだ。昔から大きな魚がいる湖という認識は強かったそうだぜ。なるほど。となると確かにその説はありえるね。うむ。あとはカナスコ自体が政治的な背景や立地も関係し、あまり人が立ち入ることのなかった湖らしいんだ。だからこうした巨大生物が生存しやすい理由の一つかもしれないと言われているぜ。捕獲されないもんね。そうだな。また、カッシーの目撃情報に関して面白いのは群れで泳いでいる姿もよく目撃されるそうなんだ。姿までは判別できなくても、湖面近くを巨大な生物が何匹も泳いでいるのがわかるそうだ。カッシーは複数いるのかもな。それは面白いね。もうデータが揃いつつあるね。だな、ちなみに意外なのが、カッシーは肉食で獰猛な性格をしているそうなんだ。昔から湖畔に来た馬や羊を引きずり込んで食べるとの伝承があり、正体が対面だとするとこれは非常にあり得る話らしいんだ。ええ、そうなんだ。恐ろしい話だね。対面自体が獰猛な肉食の魚として有名らしいから、10メートル近くの大型の対面であれば馬や羊は食べられるかもしれないということだ。まあ、今のところ人が食べられたという情報はないみたいだが、そういったこともあるかもしれないな。急に怖い話をしないでよ。次はノルウェーでの話だ。目撃者二人がノルウェー南西部にある、ホーナインダルスバトネット湖で小さなボートに乗っていたところ、水面に乱れがあるのを発見したそうだ。その時に撮られた写真がこれだぜ。水面が怪しげな動きをしているね。そうだよな。実はこの怪物に関するエピソードがあり、ヨーロッパで最も深い湖であることから、地元の人々の間では、捕獲されずに怪物は現在も生き残っているかもしれないというエピソードがあったんだ。深いと人に見つかっても湖の底に隠れられそうだもんね。ただ、専門家によればこの地域は伐採量が盛んで、目撃者が撮影したものや人々が長年見てきたものは、おそらく丸太か、湖岸にしばらく置いても集めたおがくずの塊で、最終的に深い水中から浮かんできたものだろうと言っているそうだぜ。そうなんだ、見間違いが騒動を巻き起こしているのかもしれないね。あるいは、撮影者がお金儲けのために加工した画像ではないかという説もあるんだぜ。実際、撮影者の銀行口座に不審なお金の取引があったりなかったりしたそうだ。そうなんだね、どちらにしろいない可能性の方が高いんだね。次は割と最近になって有名になった未確認生物で、イギリスとフランスの間に存在するイギリス海峡で目撃されたチャンネルクリーチャーという生物だ。2009年5月にはその巨大な姿が撮影されている。なんか強そうな名前だね。
かなり大型の未確認生物で、そのサイズなんと20メートルもあるそうだぜ。外見の特徴としては、かの有名なネッシーに酷似していて、体表の色は灰色もしくは黒色で頭部は小さく一見すると馬に似ているそうだぜ。実はネッシーなんじゃないの？おお鋭いな。実はチャンネルクリーチャーの正体は驚くことにそれはネッシーだと言われているんだぜ。理由は、もともと謎の多いネス湖には湖底に洞窟がありそこをネッシーは行き来しているとの説があったんだ。え、当たりなのか。すごいな。最近はネッシーの住んでいるネス湖の研究で湖底に大きな穴があるのは発見されていて、それがどこに繋がっているかなどは不明ではあるものの、ネッシーの巣穴とする説もあるんだ。もし本当に距離を隔てて海や他の湖に繋がっていたらかなり信憑性上がるよな。ええ、そうなんだ。それは驚き。果たしてこの生き物はネッシーなのか、そうでないのか。またネス湖の湖底の穴はネッシーの住処なのか、いろいろな面で期待が持てるよな。本当だね、早く見つけて解明してほしい。最後に紹介する怪物も海に潜んでいる怪物だぜ。それが、チェシーという生物だ。名前はちょっと可愛いね。確かにな。チェシーは、チェサピーク湾に生息するとされる大型の蛇のような生き物で、長年にわたり、体にヒレや角のない蛇のような生き物の目撃談が多くあるんだ。ほとんどの目撃情報では、体長は 7.6 メートルから12メートルの長い蛇のような生物とされているんだ。結構大きいね。うむ。体を制限曲線にして水中を泳ぐと言われているんだ。1977年に目撃例が集中し、1980年代半ばにはさらに多くの目撃例があったんだぜ。どんなエピソードがあるのだろう。1943年に二人の漁師がボルチモア近くの水中で何かを発見したんだ。それは、漁師たちのボートから直角に約75ヤード離れたところにあったんだ。最初は水面に浮いているものに見えたんだが、黒く、水面から出ている部分は約12メートルほどあるように見えたそうだぜ。漁師たちからしたらただごとではなかっただろうね。怖かったし焦っただろうな。頭はサッカーボールくらいで、やや馬の頭のような形をしていたらしいぜ。それは何度も頭を回転させ、何度もくるくるとしていたそうだ。動きまで変なんだね。蛇がくるくるしてるのが容易に想像つくよな。次に1982年には、ケント島の近くで二人の男がチェシーをビデオに撮ったらしいぜ。彼らのビデオには、水生蛇のように左右に動く茶色っぽい物体が映っているんだ。複数の人に見られているんだね。そして最後に目撃されたのは1997年で、フォートスモールウッド州立公園の海岸のすぐ近くで、チェシーは見つかっているんだ。この時の内容は、たびたび出てくるネス湖の怪物ネッシーの伝説と非常によく似ており、それに触発された可能性が高いそうなんだ。ここでもネッシーが出てくるんだね。そうなんだよ。それがこの写真なんだ。不気味に漂っているね。ただ、残念ながらチェシーと思わしきこの写真は、実際には水に浮かぶ恐竜のおもちゃだったらしいぜ。フェイクだったのか。まだまだ見分ける能力が足りないな。今回の解説どうだった？今回はネッシーのような生物が多かったね。特に驚いたのがネス湖の湖底に穴があって、そこにネッシーが住んでるかもしれないということだったよ。確かに。それだけで本当に存在するんじゃないかと興奮してしまうよな。そこから芋づる式でいろんな情報が出てきたらいいのに。わかるぜ。今後もここら辺の話から目が離せないな。ということで写真で捉えた、撮影された怪物パート14を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。